電子工作。電子工作とは、半導体素子を用いた工作のことである。電子工作は、様々な目的で行われるが、例えば趣味、実験、試作などといった目的がある。学校教育では自由研究や技術課程の実技として行われることも多い。研究者、技術者の中には、子供の頃から、 電子工作を趣味として言ってきた者も,もおり、電子工作を通じて養われたセンスが業務に役立つこともある。電子回路には標準的なパターンがいくつもあり、自分で新しい回路を作る場合でも、それらの標準回路のほんの一部を変えたり組み合わせたりするだけで大部分ができることは多い。よって電子工作で自由に設計するためには既存の電子回路について、 知識として持っていることが大切であり、それを知識として得るには、まずは他人が作った回路を真似して作って動かしていることから始まり、そうした制作を楽しんでいるうちに、標準回路の知識が自分のものになり、やがて新たに自分の回路を作るときに、標準回路を元にして、自分で考え出すことができるようになる。なお、電気を使っているのに、電気工作と呼ばれずに、 電子工作という言葉で呼ばれているのは、以前、真空管が用いられていた時代があったが、半導体素子が急速に進歩し、圧倒的に広がったという背景があり、それらの半導体素子というのは、電子の振る舞いの研究成果によって生まれた新たな素子だったからである。電子工作といっても、かつてはアナログ回路の工作しかない時代もあった。アナログ回路で、ラジオの制作や、 音響機器の製作などを行っていた時代があるので、ある。その後、デジタル回路の工作が行われるようになり、デジタル IC が登場し、集積度が余すにつれて、コンピュータを作ることや、メカトロニクスに活かすなど、様々な使われ方をするようになった。その陰で、アナログ回路工作の方は、戦後から1970年代までに発刊されていた。 電子技術やラジオ関係の雑誌が1990年代以降ほとんど姿を消した。模型とラジオ、科学教材者やラジオの制作、電波新聞社などのように配管したり、無線と実験などのようにオーディオ雑誌へと路線変更を行った。特に日本などで PIC マイコンを用いた電子工作が普及し、 さらに2005年頃にはイタリアでアルデューノが生まれ、その勘弁さ、わかりやすさ、プログラムが簡単に書いたり書き換えられることが評価され世界中に普及した。アルデューノの普及により、電子工作と手芸との組み合わせや、電子工作と芸術分野との融合も増えてきている。日本の各地で様々なイベントが開催されているほか、子供を対象とした、 電子工作キットの制作教室などが多く開催されている。またアルデューノの登場によってフィジカルコンピューティング、メーカーズムーブメントといった視点からも電子工作が再注目されている。従来は男性向けの趣味と見られることが多かったが、2010年代あたりから女性向けのイベントも開催されている。ただし、パソコンやプラモデルなど比較的層が近い趣味で、 男性向け趣味と見られていたものに比較すると、女性のホビーストの割合が少ない。工業的な電子機器の製作と比較して、小規模な回路や1台や2台しか作らないような回路では、プリント基板ではなく穴開き基板、ユニバーサル基板を用いて配線することが多い。これはあらかじめ多数の穴を格子状に開け、部品の形状に合わせて、銅箔を貼り付けたベークライト。 ガラスエポキシなどの板である。これに部品をハンダ付けすることにより、回路を形成する。穴開き基板のほか、ラグ板なども使われる。外装は、配線した基板等を、箱型のシャーシに収め、穴を開けて、スイッチや、可変抵抗器などの機構部品を取り付ける形態が、多い。電子工作用のシャーシとして、アクリル樹脂、スチロール樹脂、ポリカーボネート、アルミ、 鉄などでできた各種の製品がある。近年では PIC や AVR のようなマイコンやラズベリー、Pi のようなシングルボードコンピュータを用いたソフトウェア制御による電子工作も増えている。これらのマイコンにはタイマー、AD コンバータ、シリアル通信、PWM といった従来は個別の部品で構成していた機能がワンチップに収められている。一方で、 集積回路の発達で、電子機器のブラックボックス化が進んでしまい、動作原理が理解しにくくなっていることも指摘されている。自分でパーツを集めて、電子工作を行い製作させたとしても、それと同等のものを購入した方が安く、高性能なものを得られる場合も多い。半導体素子と呼ばれているものは、最近では全部を上げていたらキリがないほど多種類になっている。が、 ご館著電子工作のもとという本では、電子工作で使う、主な半導体素子として、次のものを挙げている。あくまで、主なものの例である。初心者の場合には、組み立てキット、必要な部品意識と説明書をまとめた製品を、利用するか、書籍や雑誌から希望する制作記事を選び、それに従って制作することが多い。キットや、制作記事には、 部品の一覧表や実体配線図、部品の規格などが詳しく説明されている。プリント基板を製作するためのマスク紙、銅箔面のパターンを印刷したトレーシングペーパーが付されていることがある。電子部品の専門店によっては初級者向きキットと題したキット類も販売されている。初心者向け電子工作の定番として次のようなものがある。特にアナログ回路では 簡単な回路でそれほどの高性能が必要とされない場合、アマチュアレベルにおける基本的な設計、制作技術は現在までの30年にわたり大きな変化はほとんどない。そのため、古い文献を参考にした場合で同型の部品が見つからなくても互換性のあるものや代替品があればそのまま制作できることが多い。電子工作において、 回路図は電子回路の働きを他の人に伝え同じものを作れるようにするためのいわば言葉のような働きを担っている。よって回路図が読めないとまるで言葉がわからないようなもので内容が理解できないということになる。アマチュアが趣味で始める場合、まずは先人の回路を真似するのだが、その場合でも回路図が読めるのと読めないのでは、 利用し実現する範囲が極端に限られてしまうので、回路図を読めるように、また、それを描けるようになった方が良い。電子回路の回路図は、基本的に次のような内容が含まれている。回路図に使われている部品やその記号には、基本的な約束字があるので、それを理解できれば回路図が読めるようになる。以下、太字で示したのは、代表的な電子部品。 の一部の回路図内での略語である。その右にあるのが英字での略さない名称、そして日本語名称。電子工作に用いる部品を入手するには、大きく分けて、部品単体で購入する方法と、電気製品などの分解、解体し入手する方法がある。一方で、不要となったが、主源回収として受け付けられない、電子部品などの処分方法も問題となっている。 電子部品専門店では新品やジャンク品が店頭で販売されている。秋葉原などの大きな電気街においては電子部品の需要が減ったことから専門店の閉店、廃業が相次いでいる。しかしパソコンのパーツを扱う専門店が増えており電子工作用の部品も扱う形で地方都市を中心に新規に出店していることがある。電子部品は 同じ企画の製品でも店によって価格が異なる。ジギキーなどのインターネットによる通信販売を利用することで最新で高性能な部品が入手しやすくなったと評価する声もある。電子工学の専門誌には通信販売の広告として非常に細かい字で書かれた部品リストが掲載されている。仲間同士、またはインターネットオークション。 雑誌の仲介欄などを利用した上と、売買で入手する場合もある。電子部品は大量に買うと単価が非常に安くなることがある。メーカーは採算が合わない製品を直ちに製造中止する傾向があることから、アマチュアには入手が難しくなっている電子部品も多い。電子機器の高収積化に伴い表面実装が一般となり、従来のようなリード線のある。 電子部品が減少しつつある。特に、新しい半導体では、表面実装用しか生産されないことが多い。表面実装用の部品は、非常に小型でハンダ付けに、高等な技術が必要とされ、電子工作で一般に用いられる、ユニバーサル基板も利用できないため、ハードルの高いものとなっている。不要あるいは動作しない、電気製品などの分解、解体し入手することもある。 ジャンク品を入手し部品を取り出す方法などがある。電子機器を拾い集めて部品を取り出す行為も挙げられるが、近年は粗大ゴミの収集が有料化されている地域が多いため難しくなっている。一般的な方法として基板、ユニバーサル基板やプリント基板などに電子部品を差し込み、裏面でワンダ付けをして通電させて製作する方法がある。最も壊れにくいとされている。 エッチングしていない全面銅箔の基板、正基板、またはプリント板と呼ばれるに直接ハンダ付けして製作することもある。この方法は特に高周波回路を製作するときによく使われる。アース部分が広くなるのでグラウンドインピーダンスが下がり、高周波回路を製作するときには好都合であるが、比較的小型の部品を使わなければならず、銅箔が広いため、 ハンダ付けするとき熱が逃げやすく技術が必要になる。ブレッドボードを使って、電子部品を穴に挿して配線する方法もある。ハンダ付けが必要なく、思い立ったらすぐに実行できるメリットがある。主に電子回路の試作や動作テストに使用されるが、稀にボードをそのままケースに入れて完成品とする場合もある。高周波回路には不適と言われているが、 10MHz 前後までは配線の工夫次第で作動させることができるとの検証結果もある。また、チップ部品が使えない。ラグ板を使って、ラグに電子部品を接続して配線したり、部品のリード線の硬さを利用し空中配線する手もある。衝撃などにも弱く、実験のための仮組みに用いられる程度である。電子部品一つ一つに導線をハンダ付けし、 部品同士を通電させて製作する。空中配線とも呼ばれる。この方法を使用するとかさばってしまうことがあるが、放熱の関係上、こちらが一番有利になることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。